俺たちの時代がやってきた、宝塾町の浅熊です。約束された栄光、護衛機パイロットの荒熊だゴリラ。飼い主死亡で保健所送りの危機、副長兼操舵手のトモキャットです。え、保健所？なんでそんなところだけリアルなんですか、やだだ。熊とか射殺されても文句言えないな。助けてください、何でもしますから。俺の糞から未消化の部分を取り出すんだゴリラゴリラ。いや、そんなことせんでもいいから。ここに肉片を用意するだろ。はい。無能覚醒、うわぁ。これが船乗り猫の奇跡。あれ、根性がチキンすぎて見た目まで。なんてことしてくれてんの。面影あるから大丈夫だろ。さっさと引き落とせ。後で覚えてろよ。マップは断層線、ルールは通常線型制圧線。頭部を巡洋艦3隻と戦艦1隻で担当する流れだな。なお、エアはボトム。やれるだけやってみるべ。敵多数襲来。迎撃用意、荒熊発進、最大戦速。ようそろう、戦艦が狙われているな。任せろバリバリ。艦爆の動きが納得いかないんだけど。急降下して爆撃じゃなくて、水平爆撃からの急降下離脱だな。さらに雷撃来ましたぜ。面影いっぱい、迎撃だ。思うかあじ。役に立たねえ護衛機だな。今後、爆撃と魚雷に混迷中。陣形変更、低形陣で警戒航行。取り火事。通りかあじ。領艦から報告、敵空母発見。了解したと伝えておけ。敵軍は空母を見捨てて西に移動。味方空母、進路を変更して東に向かっている。敵空母は見捨てられて孤立、味方空母は自分から孤立。面白いねえ。お前、空母嫌いだろ。当然。今後、魚雷を受ける前に修理を使用していたらしく、浸水ダメージで沈没。あらら。間もなく、敵空母射程内。友軍航空隊が敵空母に攻撃、撃沈ならず。そろそろ敵の第二次攻撃隊が来るだろうから、対空迎撃も用意。敵の巡洋艦による阻止攻撃が来たぞ。警戒だけして、空母を狙え。巡洋艦だけじゃないな、戦艦からも砲撃だ。警戒を厳に、いつでも回避ができるようにしておけ。重火事。重火事。再出撃いけるゴリラゴリラゴリラ。敵艦爆を迎撃、荒熊発進。オマハじゃ長門や妙高の相手にならないんだから、撃墜数だけでも稼いでおけよ。任せろバリバリ。助けになくなぁ。さらに雷撃来ましたぜ。取り火事。通り火事。回避成功。やった、撃墜したボノボ。敵空防災補足。まだ遠くには行ってなかったか。また消えた。隠蔽高すぎだろ。領艦に敵長門が砲撃。島影を利用しつつ空防を生んだ。取り火事。見えた、撃ち方始め。ボン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 。領艦も攻撃開始。ボン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 。味方が撃沈。よっしゃ、最初に空防を潰せた。これなら有利に戦えるはず。前方に長門が一隻、味方が被弾。代わりに前に出て回避運動だ。ついでに、できれば燃やしたいんだが。敵長門、更新中、打ち込むぜ。これなら敵陣に迫ってプレッシャーかけとくべきかな。長門に勝てるとは思えないが。ボン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 。命中、目標に火災発生。ボンボンボン。敵弾飛来。重火事。後ろの味方を狙ってたみたいだな。ボン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 。敵巡洋艦接近中、砲撃来るぞ。取り火事。通り火事。空母が長門を沈めたら攻めるか。前段回避。雷撃隊、魚雷投下。敵弾飛来。取り火事。通り火事。回避成功。雷撃隊の命中は一発のみ。敵巡洋艦失弾。長門は射程外すわ。距離を詰めて攻撃再開だ。
魚雷を食らったってことは、修理がしばらく使えないってことだから、燃やしておくべ。目標、味方に砲撃。こっちを狙ってないなら、打ち込みまくって燃やしてやれ。ようそろう。長門の飛行がこっちに向けられてるぞ。再装填まであと少しか。一度更新いっぱいで減速、再加速しながら取り火事だ。更新いっぱい。全身いっぱい。通りかーじ。撃ってこないな。飛行はこっちを睨んでいるから、発砲遠隔人と同時に更新をもかじな。来た、更新いっぱい、おもかじいっぱい。更新いっぱい、おもおかじ。関心一発食らった。一発だけならセーフだ。全身取りかじ。通りかーじ。敵艦が増えてきたぞ。妙高が2隻、長門が2隻。そのまま反転、回避運動をしつつ、引き落ちだ。すごい色してんな、あの船。おもかじいっぱい。おもおかーじ。次は取りかじ。通りかーじ。うわぁ、鉛玉の雨だー。お前のキモさに砲弾も避けていってるぞ。誰のせいだと思ってんだ。あんなに派手でも隠蔽に影響ないのかね。おもかじ。さあな、おもおかーじ。空母が駆逐に追われて救援要請。無理。しかし、なんで主力についていかなかったんだ。知らんがな。長門発砲。取り火事いっぱい。射程も威力も足りないなら、軽巡の機動力を生かして陽動に徹するまでよ。たまたま敵の弾が外れているだけなのに、回避しているとか思い上がってんじゃねえよ。お、辛辣。敵の攻撃はカスダメでも1000超えるのに、こっちは300ちょいとか、きついな。オマハで長射程の打ち合いは、弾がばらけてなおさらだな。かといって、接近したら即死じゃん。目標、減速から加速に。修正よろしく。味方の耐久がやばいかな。取り火事反転、しんがりに回るぞ。敵弾調査。アップね。島影から派手なので撃った。おもかじ反転、逃げろ。さすがチキン。被弾、魚雷感損傷、火災発生。対応急げ。開始2000年して気づいてなかったんだけど、味方空母とデスクスクローンを小林カレートしてる。空母の護衛に戻った洋艦が返り討ちにやってるぞ。もう3回も駆逐艦に全航空戦力を投入して外してるんだよな。長門から砲撃。おもかじいっぱい、回避。長門は避けたけどアルペノが。痛い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 。距離を詰められて回避が間に合わない。痛い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 。ようやく駆逐と決着がついたようだな。真っ先に敵空母撃沈できたから優位になると思っていた時期が私にもありました。ヒリー、耐久が半分切ったぞ。バイタル抜かれなきゃまだいける。っていうか、空母は何をしてるんだ。島影から出てくんな。敵弾、来てるぞ。おもかじ、空母の前に、体当たりしてでも押し戻せ。空母、更新開始している。大丈夫だ。ポイント差が少ない、盾になってでも空母を守れ。被弾、魚雷艦損傷、火災発生。島影に退避完了。空母も更新して島影に退避。敵軍を西に誘引できたから、東の味方が占領してくれるまで時間を稼ぐとしよう。損傷が増えてきたな。残りの耐久は8300。あと7発は耐えられるってことだ。攻撃支援要請が来てるぞ。無理だな。こっちは北の4隻で手がいっぱいだ。減速取りかじ。通りかーじ。長門の砲撃を回避。一度島影に入って、領艦に続くぞ。もう一隻の長門から砲撃。一発もらったか。ふむ、島影ではアルペ妙高が接近中だな。耐久もだいぶ削れてるはず。こっちも耐久がきついから、後ろに続いてジェットストリームアタックだ。アイサー。領艦って言っても、最初の2隻はすでに沈んでますがな。
あ、ヘルプさんっすね。チッス。おい、鳥かじ切り出したぞ。更新一体鳥かじ、衝突に備えろ。時短鉄鋼装填用意、味方通過後に停車開始。味方貫通か。へぇー。最大戦速、鳥かじ反転。装填完了。へぇー。アルペミョン攻撃陣、敵弾飛来。飛弾。放射しろ。ボンボンボン。弾種油弾。油弾装填。長戸が味方のキャップ阻止に向かっている。燃やし敵を引くぞ。撃ちまくれ。ボン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 。敵砲が砲艦に向かって展開中。発砲。更新いっぱい重火事。更新いっぱい重火事。ボン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 。また一発もらった。ガスダメならあと一発は耐えられる。撃ち続けろ。ボンボンボンボンボン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 。ボン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 。敵の狙いが味方にそれたっぽい。占領できなくても時間切れ勝利は見えてきたから、ダメージ稼いでおっか。ボン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 。ボン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 。命中、目標に火災発生。ボン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 。前方味方艦、こちらに回答。鳥火事、撃ち方やめ。味方艦通過。砲撃再開。やっぱスキルやアップグレードで防火処理されると辛いな。ギアが2つも上の戦艦だと、2弾落ち込んでもダメージにならないっすわ。所詮は軽巡か。アップデート後のスキルも軽巡飛行が除外されて、さらに悲惨。素直に駆逐艦の飛行って言えばいいのに。この表記だと、一部のドイツ駆逐艦は除外されちゃうじゃん。実装しないってことだろ。なるほど。そんなこんなで試合終了。よっしゃ、生還勝利、大勝利だな。チキンが逃げ回ってただけだろ。駆逐と違って姿を見せている分、敵の食いつきがかなり良かったからな。陽動としてならうまくいった方だろ。空母がついてきたのは想定外だったがな。妙高と長戸250発も打ち込んだのに、ダメージしょぼいっすね。燃えないし、ダメージも入らないからな。まあ、ボトムギアなんてそんなしょっちゅう遭遇しないだろう。クリーブまで残り半分だし、頑張んで。それよりも元の体に戻してくれませんかね。うん。それでは、また次回。ご視聴ありがとうございました。